永遠のブッダ、不滅の光、今ここに、大川隆法。第4章、跳躍の時、奇跡の時。さて、お前たちにとって、とても大切な話をすることとしよう。お前たちの魂が飛躍するために、どうしても必要な事柄を述べたいと思うのだ。お前たちは常に平凡な毎日の中に生きることを飽き飽きと感じることだろう。私はそういうお前たちに対して、いや、人生とはそのように飽き飽きするもののみではないと語りたいのだ。そのように平平凡凡とした毎日ばかりではないと告げたいのだ。そう、お前たちも若い頃に世の中にはさまざまな体験をする人がいるという話を聞き、いつかは自分にもそのような体験の時が来るのではないかと思ったことだろう。その通り、平凡に生きていたと思われる人間がある日を境にして全く変わった人間となることは十分にあり得ることなのだ。そんなバカな自分に限ってそんなことがあるはずはないと思う人もいるだろう。けれどもよくよく心を落ち着けて私の話を聞いてほしいのだ。少なくともお前たちはこの私の書いた書物を今手に取って読んでいるはずなのだ。私が書いたこの書物を手に取って読むということ自体が大変なことであるのだ。それはまさしくお前たちにとって過去と未来を分ける一つの事件であると言ってもよいであろう。人類の長い歴史の中でも今という時ほど重要な時はない。私はそれを繰り返し繰り返しお前たちに告げているのだが、お前たちの多くはなかなかそのことに気がつかない。というのも、自分自身が平凡性の中から抜け出すことができないからであろう。しかし、私は言っておく。仏の再誕するときに生まれ合わせ、その教えに触れるということは、大きなことであるのだ。しかも、仏の教えに触れて、自らの人生が全く違ったものになるということは、それはまさしく奇跡の時であるということなのだ。人類の歴史を紐解いてみるならば、過去偉大な如来が数多く地上に肉体を持ち、そして尊い仕事を成し遂げていった。その尊い仕事を成し遂げていく過程において、数多くの人々の魂が今までにない輝きに包まれたということは、お前たちの想像に難くないことであろう。人間は何度も何度も繰り返し地上に生まれ変わり、新たな魂修行をしているのであるが、こうした偉大な如来が地上に降りるときに、その教えを学ぶということは、お前たちにとって魂が跳躍するときでもあるのだ。そう、ちょうどわずか一回のその転生が、十回分にも相当する、そのような魂修行に値すると言っても過言ではない。
いや、それ以上の価値ある時を魂に刻む者も中にはいるのだ。それはその通りだ。あの太陽のような光がお前たちの胸を、その閉じられた胸の扉を開けて差し込んでくるというのだから、今まで暗闇に閉ざされていたその心の内がくまなく明るく照らされるのだ。その時に、はるか昔に忘れ去ったあの懐かしい感動が呼び起こされるに違いない。お前たちは目の見えぬものを見て気の毒に思い、耳の聞こえぬものを見て気の毒に思い、匂いを嗅ぐことができぬものを見て気の毒に思い、足の動かぬものを見て気の毒に思い、手を使うことができぬものを見て気の毒に思う。しかし魂の目が開かず、魂の耳が閉じており、魂の鼻が匂いを嗅げず、魂の口が物を食べることができず、魂の手が縛られ、魂の足が歩くことを許されない時にも、お前たちはその不自由を感じないでいる。それは長い長い年月の間、忘却の中にいたからなのだ。しかし真実を知った時に、お前たちは変わって行かざるを得ないのだ。真の平等と自由、人間とは誠に誠に不思議なものであることよ。成熟した魂であったものが母の体内に宿り、数ヶ月暗闇の中で魂の修行に耐え、赤ん坊として地上に生まれ出る時に、ああ過去の記憶は一切消し去られ、どのような魂であっても平等にゼロからのスタートを切るのだ。それを不合理だというものもあるであろう。それぞれの魂は進化の速度が違うのであるから、全く同じようにゼロからのスタートを切るということは不合理であるという人間がいてもおかしくはあるまい。けれども考えてほしいのだ。お前たちがよく耳にする平等、そして自由ということの意味を、真の平等とは何であるか、いかなる境界にある魂であっても、母の体内に宿り、そうして赤ん坊として一旦生まれたならば、すべて過去の事実を忘れて、ゼロからのスタートを切るという点においてのみ、人間は平等を享受できるということなのだ。そして自由とは何であるか、ゼロからのスタートを切った赤ん坊がその個性を発揮し、その思いによって行いによって自らの人格を形成し、仕事を成していくときにいかなる評価を受けるような人間になるかは、各人の責任に委ねられているということを意味するのだ。これが平等と自由の本当の意味であるのだ。さすればお前たちはこの事実を尊び、またこの事実を恐れなければならない。過去いかなる人生を生きてきたとしても、今世の
スタートにおいては、一旦同じスタートラインに並ぶことができるということ。これは尊いことだ。仏はこのような機会を与えられた、とお前たちは喜ぶがよい。例えば、ある人間が如来の境地をもって、如来の心でもって生まれきたったとするならば、その仕事にさらに拍車がかかることになり、ある者が凡夫の悟りを得て生まれ、そのままに生きていくとするならば、如来と凡夫の魂の境界はさらに開くことになるであろう。ところが、同じくスタートを切ることによって、互いに相手を別のものとは思わず、同じ人間だと思って、魂の修行をなし、共に切磋琢磨していくうちに、互いの魂の輝きが違ってくることを見、なぜであるかを考える。そこに大いなるチャンスがあるということなのだ。また考えてもみよ。地上に生まれてくる前の魂たちが、いかに生き生きとしているかということを、いかに喜びに満ち満ちているかということを、この魂たちはまさしく歓喜の中にある。もう一度全く白紙の状態で地上に生まれ変わることができるというのだ。この喜びはいかばかりであろうか。それは天にも舞い上がらんばかりの気持ちであるのだ。よし、今までの過去と決別し、そしてもう一度やり直そうと思う心のどれほどに尊いことであろうか。しかし、やがて成長とともに、それぞれの人間は、その魂の性質の赴く方向に、その成長を遂げる。ある者は責任感強く、自分の心を律し、他の人々を導くことをもって喜びとし、ある者は他の人々を害しても、何一つ恥と思うことなく生きていくようになる。ここに魂の大きな分かれ道があると言ってよいであろう。しかし私は思うのだ。本来の平等と自由というものがこのようなものであるならば、この事実を知るということによって、逆に己の人生を設計することができるのではないかと。己の人生は再設計することが可能なのではないかと。そうであってこそ、また新たなチャンスが生まれるのではないかと。この地上に赤ん坊として生まれる時が最初のチャンスであるとするならば、仏法真理に気づき、人生を再設計することが可能になった時が第二のチャンスであると言ってよいだろう。これが魂の跳躍の時なのだ。魂の根っこ。さて、では仏法真理を知った第二の跳躍の時、第二の誕生の時、心すべきことは一体何であるのか。まず第一に心がけねばならないことは、過去の自分を見つめるということなのだ。過去どのように生きてきた自分であるのか、それを再確認せねばなるまい。過去己の生きてきた道筋をたどって、一
つ一つ丹念に反省してみることだ。この反省の時に仏法真理をよく心に描いて、仏法真理に基づいて反省することができるものは幸いである。何が思って良いことで、何が思っては悪いことか、何がして良いことで、何がしてはいけないことであるかは、仏法真理の日のもとに、仏法真理の太陽のもとには明らかである。その時に過去自分が間違って心に描いたこと、間違って他の人々になしたこと、そのようなことがあるならば、深く深く己自身を反省するがよい。しかしこの反省は己の思いと行いのみを反省するのであっては、まだ十分とは言いかねる。そうではない、もっともっと奥深いところまで反省せねばならぬ。それは己の魂の性質がいかなるものであるかというところまで確かめねばならんということなのだ。ある思いが出、ある行動が出るということは、魂の根っこ、心根、心根というべきものの中に何らかの原因があるのである。お前たちは過去自分が思ったこと、行ったことを振り返って、そして自分の魂の性質にいかなる根っこがあるかということを考えねばなるまい。深く深くそれを見つめるのだ。その時に今世の己の魂修行が一体何であるかということが明らかになるであろう。その努力を怠って単に悪しきことを思ったならば、それを反省し、悪しきことを行ったならば、もうすまいと誓うだけであっては、まだまだ十分ではないのだ。魂の根っこにそのような傾向があるとするならば、時間の経過とともに、またお前たちは全く同じことをなしてしまうのだ。しかし考えてみるならば、魂には傾向性というものがあって、この傾向性を切り替えることは非常に難しいことであるのだ。ちょうどまっしぐらに走るあの新幹線が急ブレーキを踏んでもすぐには止まらないように、お前たちの魂の傾向性も一種の感性の法則の中にあって、急にブレーキをかけることもできなくば、急にハンドルを右に切り左に切ることも困難であるのだ。さすれば私はお前たちに言おう、比較的早い時期にこの己の魂の根っこに気づいたものは幸いである。残された時間、十分に努力し、だん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 に己の魂の性質を変えていくことに努力せよ。金貨を探し出せ。しかし人生の晩年において己の魂の性質に初めて気づいたものは、なかなか大変なものがそこにあると思わなければならない。金貨を夕暮れ時に探すならば、大変な焦りを伴うものだ。まもなく日が暮れるという時に、金貨は探せども探せども見つからないことがある。
やがてとっぷりと日が暮れることもあるであろう。そのような時にはカンテラの火をかざせ。カンテラの火をかざしたならば、たとえ草むらの中に金貨が眠っていても、その金貨は必ずや光を跳ね返し、どこにあるかということをお前たちに教えるであろう。このように人生の黄昏時において、初めて仏法真理を知った者は、その仏法真理をカンテラのごとく高く掲げることが望ましい。すなわち、ここにおいて決死の覚悟をし、志を高く置き、どこまでもどこまでも高く仏法真理を求めるのだ。幸いにしてお前たちには尊い経験というものがある。また知識というものがある。この経験と知識とを土台として高みに登るのだ。櫓に登るのだ。そして櫓の上で仏法真理という名のカンテラを掲げるのだ。さすれば落とした金貨が見つかるであろう。その金貨とはお前たちの前世であり仏性である。ダイヤモンドの心である。お前たちの良心である。これを探し出すのだ。そしてその金貨にもし汚れあるときは、この汚れを速やかに取り除くことだ。これが大事なこととなる。さて、そうして一枚の金貨を手に入れたならば、大切にしなさい。夕暮れ時に見出した金貨は、その価値は高い。この金貨を無駄に使うことなく、真実、大切なもののために使え。真実、世の役に立つもののために使うのだ。そうであってこそ、お前たちは真に仏法真理を学ぶ人として、その資格を認められることとなるのだ。いずれにしても、この仏法真理に気づいたとき、お前たちの心は変わる。お前たちの人生は変わる。いや、変わらざるを得ないのだ。そうであるならば、この書を手に取って読んだ時のことを決して忘れてはならない。これからが魂が跳躍していく時なのだ。我が教えに触れてより後、魂の堕落は許されないのだ。すべての魂はただ向上を目指すのみなのだ。生死の道、そしてその魂向上の道の一つに反省的瞑想という方法がある。我はかつてお前たちに八正道を説いた。八つの正しい道を説いた。正しく見よ、正しく思え、正しく語れ、正しく行為をなせ、正しく生活をせよ、正しく道に精進し、正しく念じ、正しく情に入れと。この八つの正しき道こそ、お前たちが人生の途中で仏法真理に目覚め、その人格を向上させ、珠玉の宝へと変えていくための秘宝であるのだ。この八正道の中で、特に大事なことをただ一つ取り出すとするならば、すべては正しく思うというこの一点に集約される。あたりを見渡してみよ。お前たちを取り囲んでいる人たちの心の様相を見よ。
心の在り方を見よ。何とも見下げ果てたことを一日中考えているではないか。いや、ほとんど考えなきに等しい人がどれほどの数いることであろうか。考えなき人生を生きるとは、昆虫の人生にも劣ると言わざるを得まい。昆虫でさえ自らの餌を探して考え考え道を歩み、自らを害するものを避け、そうして生業を立てているではないか。考えることもなく生きているということは、昆虫以下の人生であるとさえ言うことができよう。人間として生まれ、そして生きていくことの一番の意味は、人間が考えというものを持つことができるという点に帰着するのだ。すなわち、正しく思うとは、正しく考えると言い換えてもよいだろう。お前たちの人間性を決定しているものは、すべてお前たちの考える中身にある。もし他人の心がガラス張りだとして、誰もがその中身を見ることができるとしたならば、お前たちは一体どのように感じるだろうか。まさしくそれは驚愕でしかあるまい。もしお前たちの首から黒板がぶら下がっていて、その黒板にお前たちの考えていることがチョークの文字となって現れているとしたらどうするか。街を歩くことさえできない。人と視線を合わせることさえできない。何しろお前たちの考えていることがすべて外に書かれ、そして他の人の目にさらされるというのだから、この際にどうすればよいのか。そう、基本的には二つのことが重要となろう。一つは、見られても恥ずかしくないような仏法真理にのっとったことを考えるということである。そして今一つは、もし仏法真理に反したことを考えたとしても即座に修正を入れるということなのだ。ああ、自分は間違ったことを考えていた。これは自分の良心に照らして誠に恥ずべきことであったと即座に修正することなのだ。それによって魂は現れ、その汚れは取り去られるのだ。このようにして自分の正しき思いというものを探求していく過程において、その魂は次第次第に力を帯びてくることになるのだ。偉大なる人物とは、偉大なることを考えた人間のことであるのだ。これが大事なポイントとなる。魂の記事の選択。しかし、この際にお前たちにさらにわかりやすく話をしていくとしよう。お前たちは偉大な考えを持つということを非凡な考えを持つことと捉え、難しい考えを持つことと捉え、他の人が考えないようなことを考えることと捉えるだろう。けれども私は言う。確かにそのように非凡な内容のことを考え、他の人が決して思いつかないような偉大なことを考えることは重要なことであるが、その前に前提があるということを。それはお前たちの心が清らかでなければ、どのような偉大な思想も無駄になるということなのだ。
人間の魂にとって一番大切なことは、その魂のもといが清らかであるということなのだ。魂の根っこがよく現れ、不純なものがないということなのだ。魂が透明であるということなのだ。これがまず先決のことであり、これを考えることなく膨大な知識を詰め込んでも、残念ながらそれは実りあるものとならないのだ。そう、これもまた砂上の楼閣の一つにしか過ぎないのだ。見よ、世の中で成功したと言われる人を、世の中で大知識を持っていると言われる人を、彼らはまさにこの砂上の楼閣を築いているのではないだろうか。人間としてのその本性において清らかなものを持っているか、無視なるものを持っているか、そういう心を持つことなく、自分の自業欲のために、知識欲のために、出世欲のために、さまざまな思想を詰め込み、学問をし、専門知識を吸収したとしても、それらのものは不毛である。一陣の風が吹いてきた時に、やがて砂上の楼閣はもろくも崩れていくであろう。この一陣の風とは無常の風である。あの世から吹いてくる風である。どのような人間も逃れることのできない人生の終わりの時に吹いてくる風である。この一陣の風に見舞われたら、このような砂上の楼閣はひとたまりもないのだ。その土台から崩れて行かざるを得ないのだ。ゆえに魂が跳躍する前には、土台を固めよ。これが大事なことなのだ。日々己の心を振り返り、邪悪なるものがその中にないかどうかを振り返るのだ。自らの心の中によこしまなる思いはないか、自らの心の中に貪欲な思いがないか、自らの心の中に虚栄心に満ちたものはないか、自らの心の中に他を見下す心がないか、自らの心の中に自分自身の魂を破滅させるようなものがないかどうか、そうしたことを考えるのだ。こうして日々己の魂の記事を選択するのだ。魂の記事をきれいに選択し、それを乾かしてこそ見事な色柄をつけることも可能であるのだ。白い生地にはさまざまな絵を描くことができるのだ。このことを大事にしなさい。魂が跳躍するとき、さあ、数多くの真理はすでにあなた方に与えられた。その中で自分を作っていくならば、生死ということが大事だと言った。正しく思うということは、正しく考えることだと言った。正しく考えることのもといは、己の心をまず清らかにすることだと言った。そのためには、日頃心の中に降りかかる砂塵を払うことだとも言った。そうして偉大な真理を学び続けていく中に、偉大な真理をつかんで、これを実社会に生かしていく中に、そこに前代未聞の光景が広がっていくのだ。あなた方は
真に力強い自分の姿を見るであろう。これが自分かと思うような、そのような自分の姿を見ることとなるだろう。それが素晴らしいのだ。魂の跳躍の時は、喜びとして明らかにわかる。自分が向上していると感じる時こそ、真に魂は喜びを感じることができるのだ。魂が跳躍しているその確認は、あなた方が見る周りの景色となって跳ね返ってくるであろう。魂が跳躍するとき、人々の顔に明るさが見えるであろう。人々の顔に希望が見えるであろう。人々の中に前世が見えるであろう。人々の中に仏の子の光が見えるであろう。そして我がここに生き、彼がそこに生きるということを限りなく愛するようになるであろう。また与えられた食物、与えられた環境、大自然、すべてのものに感謝の思いが込み上げて、光に満ちた気持ちになるであろう。この魂の歓喜を味わえ、跳躍した後にはこのような喜びがあるのだ。この喜びを自分のものとせよ。修行は苦しいのみではない。真なる修行は真なる喜びを伴うのである。この魂の喜びを携えればこそ、長き旅も軽く感じられるのだ。長き旅もまた心よいものと思われるのだ。我と共にこの道を歩むのだ。